笹ママと赤チャンネル、はい、今日は何をするかっていうとね、絵本の読み聞かせ。私がね、読んだのを取っておこうと思ってね、こうしておけば、私がいない間でもね、10ヶ月のうちの子ひかるちゃんに見せておいてって言えるでしょね。私またね、明日から仕事行っちゃうからね。じゃあまず今日の一冊始めるわね。今日の一冊は挨拶、今とようこさん。じゃあどんどんいくわね。はい、おはよう。これはね、うさぎさんかなね、元気に挨拶してるわね。はい、じゃあいくわよ。はい、行ってきます。これはワンちゃんかなね、かわいいわね。はい、じゃあ次いくわよ。いってらっしゃい。これはクマさんでしょうね。ね、ちょうどクマのお父さんがパパさんね、会社に行くとかでしょうね。ね、いいわね。はい、じゃあ次行くわよ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、猫さんと豚さんだね。元気にね、お互い挨拶してるわね。はい、じゃあ次行くわよ。はい、さようならブー。さようならにゃーね。はい、お互いはね、お互いバイバイは大事だもんね。はい、じゃあ次行くわよ。ありがとうにゃー。あら、なんか美味しそうなのもらってるわね。どんぐりさんとぶどうさんだね。なんか美味しそうでいいわね。まあでも私どんぐりは食べないけどね。まあ動物さんは嬉しいんでしょうね。はい、じゃあ次行くわよ。ごめんなさい。なんかきっとね、悪いことしちゃったんでしょうね。シュンとして謝ってるもんね。でもちゃんとね、謝るっていうのはとっても大事よね。絶対ね、悪いことしたら謝らないといけないと思うのよね。はい、じゃあ次行くわよ。あら、なんか元気そう。ただいまー、ぴょんぴょんぴょん。ねえ、ほら、とっても元気なカエルさんがね、お家に帰ってきたのかな。ただいましてるわね。はい、じゃあ次行くわよ。はい、いただきます。はい、ねえ、うさぎさんが人参さん食べてるわね。ねえ、おいしそうね。みんなは人参好きかな？ねえ、好き嫌いせずに食べましょうね。ね、はい、じゃあ次行くわよ。はい、次なんだろうね。なんだろうな。はい、ごちそうさまーみゃー。あら、ねえ、綺麗に食べたじゃない？ね、ほらもう骨だけになっちゃってるわね。残さず食べるっていうのね、とっても大事よね。はい、じゃあいくわよ。次は何でしょうね。はい、あら、お休みの時間ね。おやすみなさい。グー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 すやすや。ね、いい夢見てねって感じよね。はい、じゃあそろそろおしまいかな。はい、じゃあ次いくわよ。はい、挨拶は言葉の握手、元気な挨拶はみんなを元気にします。みんなもね、元気に挨拶しましょうね。じゃあまた次の絵本で会いましょうね。高評価、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ、またね。